リバイザーさんって言ってバッカスとか、STR あと何だっけな何があったっけモモセあモモセねとかを、製造している、楽器工場にですね、工場見学に行っております。もう朝の9時から出たんですけども、大渋滞で本当は3時間以内で着くところが3時間半かかってますから、そうですね、なんとかそろそろ着きそうですね。もう今あの長野県のすごいいい感じ景色に変わってまいりましたが、いい感じですね。はい、まあ撮影できるところはちょこちょこさせてもらって、皆さんにちょっとご報告できたらなと思って撮っております。今日は YouTube 初初です、ね、あ本当動画に載るの初です、ね、すいません。じゃあよろしくお願いします、はい、楽しみにしてます。じゃあまたはい、ぜひ引き続き後ほどです、はいはい、はい、じゃあ今から行ってきます。工場の方が有限会社アスカと申します。だからアスカ工場なんですね。実は、はい、実は別会社になってます。ただ弊社の製品、弊社ブランドの製品を主に作っているので、まあ、弊社工場と呼んでしまっているんですけれども、はいはい、実は厳密に言うと別会社になっております。はい、機械がメインになってます。でたまに、まあ、セットネック系だとマホガニーがあったりとかトリーナ材があったりとか。すごいですね。で、まあ大体ワンピースかツーピースですね。まあ、主はツーピースで、ワイヤーで仕入れてます。すげえ。はい。打ち込んでます。あれがフレット打ち込み台だ。ここだけですか、フレット打ちとか。一箇所ですか、はい、この本数を。そうですね。意外に、すごい。後で、中へ入って。はい、これこういった節とかをあえて残すことで、うん、なるほどね、その風合いを、うんうん、一本一本違う個性として受け入れて作っているモデルになって、でこういった欠けてる部分があったりとか、うん、こういうのも逆にいいじゃないかっていうことで。なるほど。塗りたてみたいなものがあったりとかですね。はいはいはい。でパーツを組み込んだりとか、はい、ネックとボディ合わせたり、完成までをここで行っています。とか、あ、黒書きトップです。あ、本当だ。こちらの新州ギター祭りでお披露目。こたつについたようなコードなんですけど、確かにこちらで熱をかけながらプレスしてやって、およそ15分閉じ込みというものを採用しています。アリミゾというような、まあ、英語で言うとダブテールジョイントとか。修理って書いてます。ちょっと分かんないですけど、修理とか分かんない。言った先輩が、はい、これで松茸育てたいから持って帰りたいって言うんですよ。で車の中やってたらだんだん体調が悪くなって、はい、マジで、だんだんもう呼吸もおかしくなし、目も腫れて開かなくなってきて、それも運転できないんでマジ捨ててくださいって本気で怒って。ほんとあんなアレルギー反応起こるんだって。
りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。新葉さんでした。